レンフェ289系電気機関車は、スペイン国鉄の電気機関車、日本の三菱重工業三原製作所と三菱電機、及びスペイン国内企業2社において、三菱電機のライセンスにより製造された。279系電気機関車と同様、当時同国内に存在した 1500V と 3000V の異なった直流電化方式の区間で運用するため、 副電圧仕様となっているが、279系電気、機関車と比べ出力が若干増強されている。車体のデザインは、日本国有鉄道の EF60 系電気機関車や EF65 系電気機関車と類似の箱型もので、あるが、279系電気機関車と同様に、パンタグラフは、肘型ではなく現地で採用され始めていた、シングルアーム型となっており、 全高も低く平べったい印象を与えるが、これは現地における運用路線の一部のトンネルの高さが関係していると推定される。1969年に三菱重工業三原製作所で289-001号機と289-002号機の2両が製造された後、3両目となる289-003号機からは、 スペイン国内でのライセンス生産が開始された。最終的に同年から1972年にかけて、日本で2両、スペインで38両の計40両が製造され、客貨両用機の特性を十分に活かす運用を行い、旅客列車では最高速度時速1 3 0トル貨物列車では最高速度時速8 0トルに対応していた。最初に配備されたのは、 マドリードとミランダでエブロであり、両都市とフランスのアンダイエを結ぶマドリードアンダイエ、線を呼び、ミランダでエブロとビルバを結ぶカステホンビルバを線において運用を開始した。本形式が導入された当時、蒸気の区間の多くは直流 1500V で電化が施されていたが、新たに電化された区間は直流 3000V となっていたことから、両者の間を 同様の性能で走行することが可能な性能を活かし、客下療養の活躍を見せた。1973年からは三菱電機製の電気機器を使いつつ、車体や台車の偽装意識を完全にスペイン国内において行う269系電気、機関車の製造が開始され、それに合わせるかのように、本形式も運用範囲を広げ、 バルセロナを発着する T のカタランタルゴなどの列車の牽引も始めた。その後、一部の車両が高速旅客列車牽引用として抜擢され、それらの車両に対し最高速度時速 140km 対応改造が施された。1990年代まで第一線で活躍したが、VVVF インバーターに代表される新機能を 多く盛り込んだ252軽電気機関車などが登場すると徐々に主役の座から退き始めた。そこで同年代後半より状態が良く今後も運用される車両に対し更新工事を開始した。それにより前面の2枚窓がパノラミックウィンドウから平面ガラスに交換され同時に窓際のエッジゴムも撤去されたほか 上高と横の二つに分かれている窓を一つのユニット冊子窓へ交換する工事も行われた。さらに、更新工事を受けた車両の中から一部を二両固定で運用することとなり、この対象となった車両は、片方の運転台を撤去し、撤去した運転台側を背中合わせにして二両を結合、固定させ、機関士の移動のための貫通路を設置し、一つの機関車として生まれ変わった。 この工事は1999年から2003年にかけて行われた。この二両固定の車両は一般にタンデムと呼ばれ、100番台として番号が付け直された。二両は総括制御され、ボボボボの四台車八軸、出力6 2 0 0ット、自長168トンとして一両の2倍の性能を誇り、貨物列車牽員の運用についている。 更新工事を受けなかった車両に対しては順次、機関区より疎開、そして1998年からは廃車が開始され、この流れは次第に更新工事を受けたものの、二両固定化改造の対象から外された車両にも波及した。2020年現在、二両固定化改造を受けた100番台の車両を除くすべての車両が運用から離脱しているものの、 289から015号機と289から0 2 0号機が保存されている。100番台も2010年代に入ると同国内の中、長距離旅客列車の電車化で余剰となった、より新しい電気機関車と交代するようになり、2020年現在は2017年から2018年にかけて民間の貨物列車運行企業である、コートランスポートへ売却された。 トップナンバーを含む3ユニットのみが現役を続けている。真空ブレーキ単体ではなく、自動空気ブレーキと真空ブレーキの両方を装備する、いわゆるデュアルブレーキ仕様となっているが、現役末期は牽引する、真空ブレーキ対応車両の引退により、自動空気ブレーキのみの仕様であった。ありがとうございます。